杉の葉の団子を作ろうと思います。作って、冷蔵庫に入れて、冷凍室に入れてありましたあんこですね。あんこ、2センチぐらい、割と小さい玉にしてあります。それと、杉の葉、この地方では杉の葉と言いますが、これで、包んで、あれするものですけど、今日2枚しか用意できませんので、他はクッキングシートを切ってあります。これを使っ、それと、団子200g あります。この市販の団子を、お水 160cc ありますけど、これを少しずつ入れながら団子を作っていきます。ちょっと固めですので、お水をちょっと出します。 10cc ほど出します。全部で170ほど入りました。耳たぶほどの、太さに、柔らかさになりましたので、これを軽く、3センチぐらい、握れるぐらいの小さい団子にしますので、握れるほどの大きさにして、これを広げます。丸く広げます。で、丸めたら、この中にあんこを一つ入れてくるむようにします。これをくるむ、くるんで中央に持ってくるようにして閉じます。裏返して丸めます。形を整えて、右の葉に入れてくるみます。3センチほどの団子を丸めて、こう入れてくるんで、裏返して、手のひらをして、乗せて軽く伸ばしながら形を整えます。これを指の葉に包んで軽く蓋をします。こうして指の葉を、あとはお鍋にたっぷりのお湯を入れて、暖をつけてある蒸し器に入れて、これを20分ほど蒸し上げます。20分経って、蒸し上がったところです。